各地で落雷も相次ぎました。熊本城を映した情報カメラには紫色の稲光が天守閣の近くに。落雷で敷地内を見守る監視カメラ36台のうち最大で15台が表示されなくなりました。また照明の一部が故障しライトアップができない状態に。復旧のめどは立っていません。本当に近いところで落ちたような非常に大きな音だったですね。割と近くで落ちたんじゃなかろうかなというふうに推測してます。午後には天気が回復した県内、土日は晴れて日差しに恵まれる見込みです。